九州勢が動いていまして、2番上吹越俊一、5番井出武氏と上昇ですが、7番小池千秋がそれを突っ張って体勢元に戻ります。4番亀井3番手の状態変わらず、2番上吹越は突っ張られ6番手です。7番小池千秋、今日は前から突っ張り先行の体勢、残り1周半打勝です。小池宿口、関東勢の後ろ3番手追走し続ける4番亀井久幸、1番山田浩二、6番古城秀幸と難関広島3人は中段キープのまま残り1周となりました。7番小池千秋が残り1周からの踏み上げで3番宿口純平番手絶好位置、車間を切り始めました。その後4番亀井久幸は変わらず3番手、上吹越俊一6番手のまま最終バックを通過しました。先頭は強い引っ張り、7番小池千秋、三車身車間を分けて3番宿口、そして4番亀井久幸も直線縦足勝負ですが、先頭7番小池千秋、宿口が追い詰めるが小池千秋ゴールイン、逃げ切り勝ち7番小池千秋。